こちらも変えてきた。グラウンダーのボールからミドルレンジのシュート、決まった。宮本のミドルシュート、ゴール右隅。いや、少ないチャンスをものにしてくる FC 岐阜。戸塚さん、これは見事ですね。そうですね、そのまんま、本当にならではのゴールですね。これやはりワンバウンド目がずっとこう伸びるわけですよね、はい、あ、このスリッピーなコンディションならではですね、はい、スライビーにもなってますし、ゴールキーパーも反応できなかったですね。宮本浩太、今シーズン初ゴールがこの大事な場面に決まっています。